あ、そうですそうですそうです。打撃の間合い、はい、間合い、はい、それをちょっとね、教えていただきます。打撃は、はい、まあ、タックルの時に入るっていうか、入るじゃないですか、間合いに、はい、そういうのはどういう までやってるんですか。それは感覚的にいけると思うんですよ、入ってます。そうですね、はい、やっぱり重要なのがやっぱりリラックスで、その自分が、自由で強い状態であることができることで、まあ、入っていけるんですよね。打たれずに入るっていうのはどういう感じになりますか。打たれずに入るか、この状態ですね。どうしましょう。これは今まあそのこっちを抑えたかったんですけど、やっぱ下がられたらやっぱ難しかったですね。そうか、その下がるってことは入れる時っていうのはその相手の打つ、はい、まあ、呼吸を取ってスッと入るってことですよね。そうですね、まあ逆にやっぱ今の場合は入らないでしょうね、はい、でだからまあ準備できてる相手には入らないですね。ああなるほど、はい、やっぱそらさないといけない、はい、そうですね、意識ですね、はい、で特にまあ素手であれば、はい、逆に一発食らってもいいわけですよ、知名度じゃなければ。ああなるほど、はい、なるほど。なのでそれを最低限知名度を食らわないように知名度を食らわせるってことでだいぶこう線を取れますね。ああ、はい、そういうことなんですね、はい、まあ顎とか急所ですね、急所は、まあ、守り、まあ、ません、中心は守りつつ肉を切らせて骨を立つぐらいの感じでいくと相手はうってプレッシャーかかってコントロールできたりしますね。あと僕よくやるのはやっぱこう結構ズケズケ入っていくんですよ。あ、はいはい、こうガラ空きにさせておくとやっぱ中心狙ってくるんで、はい、そこさえこう外せばいいっていう。ああ、なるほどなるほど。誘いながら外してくるっていうのでやりますね。前を取ってここから歩いていて中心に向かってつくと、はい、これをカバーこう入っていってまじっくり入っていって前来たらついてきます。そこそこを、うん、まあサバーはい、さばいて、はい、意識の中で、寄ってきたら今つくっていう、はい、決め事やってますよね、はい、そうすると寄ってきて彼は届くと思った時につくんでここでずらすんです、うんうんうん、はい、ロックオンした時にそうかずらすっていう、つまり来たから避けるのではなくて、そうです、さすがですね、はい、来たら避けて相手の意識がロックを狙ってるっていう、こう来てここでこうね、その時が一番相手は無防備になってる状態なんで、うん、もう相手はそこで決めてるんで、相手の意識を読んで、相手はそ決め今決めた、ここで打つと決めた瞬間にずらす、うん、意識の起こりが当然動作の起こりより前に来るんで、うんうん、そこを捉えていくんですね。これじゃあ目じゃなくて外形じゃないってことですかね。目で見ちゃうと遅れちゃうときあるんで、はい、向こうにね混同されちゃうんで、もうそれはもう全体の、まあ、雰囲気っていうかね、まあ、その雰囲気というとなんかね、はい、山が違うけどもう絶対そこも、はい、ま、学んでね、はいはいはい、でも稽古によってそれは当たり前です、はい、まあ、勘の、はい、勘を研ぎ澄ましていく、はい、今の動くとこうやってなんかやると動くじゃうと相手を、はいはいはい、手から大ちゃんで、そうか、先に動いちゃうと今みたいに修正かけちゃう、そうです、修正かけちゃうんですよ。あくまで動くのはまああとあとつか、まあ、彼がこう入ったその瞬間、はいはい、もっと引き込まないといけない。あ、そうですね、我慢するっていうか、我慢するね、はい、我慢する打たせる、ここに残しておかないといけない。ああ、そうですそうです、当たったなと思うとかもう間なんですよ、うんうん、もう当たっちゃったと思うのは向こうも思ってるわけです。ああ、そうですそうですそうです、なんかそんなことやってますね、確かに。まさにでもそういうことを
やってる感じですね。こうズケズケズケしてここに当たるって外して、あ、そうですよね、はい、やってますよね。そういうことですね、はい、今、はい、なるほど。だからおそらくもう向こうが来るって時にフッと外して行っちゃってると思う、はいはい、そうですね、はい、当たるってここを外すって自分でももしかしたらやられちゃってるかなって、さっきね、まあ、当たってもっていうのは多分当たる可能性があるから相手もそうですね、しめしめと思うから、まあ、カウンターっていうんですか、なるし、効果も一番出るんです。その通りですね、はい、僕らは型でこう特定して練習するっていう形です、うんうん、あ、それすごい分かりやすいですね、この相手の顔を取る傾向として。あ、そう、はい、ここで当たるっていう、そこまでやっぱ引き込まないといけないし、 そこでこれを外せばいいっていうですね、はい、自分でもね、こう型稽古やっててもね、あ、これ当たったと思ってるんですよ、はい、そこでさばいてるんで、ああ当たったってミス受けます。意識ながら当たってるわけですね。当たってるんです。そこが一番相手も一番弱いところなんで、うんうんうん、あ、これすごい大事なことですよこれ本当奥義の一つですね、はい、本当にそこをね、もう肩上げ稽古では詰めてやるっていう形でやってます、うん、いや、もうでもなかなかね、普段その木本さんの場合はね、それをこう格闘技の場でもね、もうやってるっていうその凄さもねあるから、もう今日も一緒に稽古したんですけど、やっぱりこうの、まあ、早いですね、間の感覚がつかむのが、まあ、それは普段もう意識してる部分と無意識の部分でももうやってらっしゃるんですね。そういう意味ではね、非常に、今日得がたい、経験をしました、ありがとうございました。ありがとうございました。起点になるところがやっぱりこうトライアスにしてもらう。そうです。起点は作りたくないわけですね、どんな起点でも、うん、どんなパワーを発揮しようが起点は作りたくないわけです、うんうんうん、なぜなら動きを見られちゃう可能性があるんで、上のレベルがね、だから そうするといかに起点を作らないかと。その本当怒りを消すとかね、怒りのところすごい重要ですよね、この本当に先生のところね、はい、みたいなね、しまってます勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。で、これでも本当ここから先は毎回ですね、はい、ここは別に蹴ろうという意識じゃなくて、スッと膝が行ってこうピトッと上げる注射器の針みたいなんですね、こっちは。ここに薬剤があって、まあ、重さが相手にピトッと引っ付いて流れ込む。相手に対するそのアタックの瞬間っていうのは、ここを当てるっていう。あ、そうですね。この上足点っていう、ここを僕らは当てますね。ではこういう蹴りのこの、はい、速さとか重さではなくて、はい、もうここからさっきお話しされてた、ここに向かって体全体の重さがどう。そうですね。僕らがやってる原理的にはそうですね。もちろんいろんなバリエーションあるんですけど、基本的にはもう足は媒体物と捉えて、足で蹴ると見ての通り、ここに重さが残ってるんですよ。重さが残って向こうに足が行ってる、こっちパワーですよね、はい、そうではなくて、ここは何もなくて、膝がまあ先頭車両であり、まあ、ここは操縦士なんですね、うん、膝が行って体は後からついてきちゃう。蹴ろうとしてしまいますよね、ついこう。そうですね、蹴りたい。なので、なんか後ろ足残しちゃうと、ここにどうしても体重残るので、はい、後ろ足も前に移動する練習で、そんな癖をつけてます、ね、蹴り足に乗せちゃうと。そうそうそう、あ、その感じです。あ、そうです。今重さでした、まさにその弾けてなかったこういう蹴りじゃなくて、重さがズブズブって入ってくる蹴り。さすがですね。これを試合の中でこう高速でバーンって入れてるのが、ね、まあ、そこはもう無意識レベルで、僕は蹴ろうと思ってないんですよね。単純になんとなくこう間合いを確保したいから蹴るし、ストップしたいからとも蹴るしっていう、勝手に動いてる感じで何も考えてないです。結構こう、はい、突進してくるタイプに対して間合いを取りたいがためにこう前蹴りを出す機会の方が多いんですか。まあそれもいろいろですね。僕の中では一番遠くまで届く武器なんで、はい、それで相手をこう止めちゃったりだとか、相手をストップ、来させないようにしたりだとか、周りを自分のタイミングとかでこう確保するとかですね、はい、止めて殴るとかですね、近づけさせないようにするとか、その自分の間合いを確保するためによく使いますね、前にね、きっかけを作ったりと、はい。前蹴りには大体こう溝打ちあったりとか。そうですね、まあ、できればやっぱ急所を狙います。溝とか肝臓とかを狙って、
振りますね。その、三日月蹴りですね。三日月蹴りはちょっとそれに角度をつけて、溝とか肝臓を狙いますね。はい、そちらの方がよりダメージが強い。そうです、はい、やっぱり例えばこの間の相手とかもやっぱもうね、ここに鎧をね、まとってるのでなかなか効かないので、やっぱ急所を狙った方がいいですし、でその、まあ、重心が移動しているので、この蹴った後の突きは自然にも威力が出るんですよ。これに合わせちゃうと、はい、で合わせたものでまた蹴って、合わせてまた蹴って、だから動いてるからもう、うん、なんですか、感性ですかね、運動エネルギー持ってるので、もうその動いてる状態の方が強いですよね。連続性が、はい、そう、どん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 攻撃力が上がっていくので、先に動いた方がまあ強い状態を作れますよね。その反対にこう前に動いていくその、はい、動きが多くて、反対にあまり引いていくっていうことはしないですか？もちろん引かないといけない時もあるんですけど、まあ、前に行ってる時の方がまあ強いっていうのがありますよね。そうですね、はい、そういう状況をできるだけ作りたい。でそのためにはやっぱりリラックスして、こうそれこそ中心取ってる感じであったりとか、こっちが自由な状態っていうのがあれば前に行けるんですよね。こう、まあ、避けれるっていう自信があるから、そうなってくると相手が後手になって、どん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 戦いを作っていけるので、で僕がやっぱり威力があるっていうのがすごく大事で、これがだあまり効かない攻撃だったら向こうもグッて来れると思うんですけど、狂気持ってる状態でこうグッて来るから、相手としてはグッてこうやっぱりプレッシャーを受けて試合を作れるっていうのがあると思うんで、うん、そういう威力も大事だし、自由度も大事だしっていう、より自分がリードできるような状況をこう作って、そうですね、はい、最終的にやっぱこっちが重要ですね。やっぱ、こっちはちょっとでもビビったり迷ったりすると、もうそれっても全然パフォーマンス落ちちゃうんで、はい、もうやっぱな 無ですよね、はい、今ここに集中するっていう状態作れたら、まあ、いいパフォーマンス出せて、でそれが相手に伝わって、うわーってなるって感じ。ありがとうございます。